はい、こんにちは、中地です。徹夜明けでございます。いやー、ちょっとね、今回このゲーム、アゲインスト・ザ・ストームというゲームを紹介したいと思います。2023年の12月9日に正式リリースになったゲームです。ちょっと前までね、アーリーアクセスで遊べたゲームなんですが、今回リリースということで遊んでみたんですが、めちゃくちゃ楽しくて徹夜してしまいました。どんなゲームか簡単にね、説明しながら遊んでいこうかなと思います。ゲームを始めるとこんな画面なんですが、今ね、ここサンクチュアリア、ホープ、ここまで遊びました。で、さらにこのエリアからこうやって近場のね、タイルを選んで遊んでいくんですが、ちょっと早速ね、やっていきましょうか。街に名前が付けられるんでね、紹介された街っていう名前にしようかな。 YouTube で撮りながらやるんで、こんな名前にしていきます。この辺の説明はちょっとゲーム内入ってからしようかな。はい、ゲームの画面にやってまいりました。この未開拓の森を発展させていく、そんな感じのゲームになるんですが、この左上6人、今人口が6人ですね。リザードとハーピーを初めて使うね。この2人を使ってこの街を発展させていく形になります。でね、このゲームがすごくボードゲームっぽくてすごく楽しいんだけど、簡単に言うとリアルタイムストラテジープラスローグライクと呼ばれています。リアルタイムストラテジーで街を発展させていきながら、毎回ね、ワールドがランダムに生成されて、この入植者たちもランダムで選択されるので、毎回ね、違った遊びが体験できるって感じだね。スペースで続行、これを押すとゲームが開始します。これで始まりました。雨が降ってますね。で、この世界はね、ずっと常に雨が降り注いでいます。で、嵐が定期的にやってくるんですが、嵐がやってくると彼らの士気が下がります。この5っていうのが士気なんだけど、これがどんどん下がっていってしまいます。最悪死んでしまったり、この村から逃げてしまったりしますね。で、その市民というか、この入植者たちが逃げたり死亡したり、いろんな要因でこうネガティブなことが起きるんですが、ネガティブなことが起きると、ここ女王の怒りがどんどん増えていきます。ここ少し伸びてきたんですが、赤いよね、赤いゲージがあります。で、この赤いゲージが溜まりきってしまうとゲームオーバー、女王の怒りが完全に溜まりきってゲームオーバーになってしまいます。一方ですね、左のこの青いゲージ、これを伸ばしきるとゲームクリアになります。なので、この赤い女王の怒りより先にどんどん発展していってゲームをクリアさせようっていう感じですね。まずゲーム始まるときに、ここで建物選択ができるので取っていきましょう。薬草医のキャンプとかプランテーション、これ畑だね。これも畑だね。でも取れるものが違うね。根菜とか薬草、こっちは木いちごや植物繊維だね。ちょっとここは適当に取っていきます。ちょっと全部建物を取り切る前に、ハーピー初めてなんで、ちょっとここを見てみます。このタブ開くと、この種族がどういうことで士気が上がるかっていうのが見れるんだけど、ビスケットや干し肉があるね。そしたら干し肉作れる燻製所取っておこうか。ビスケットこっちもあるんだけど、星1だからね、こっちにしよう。OK、 建物が全部選択できました。そうしたらゲーム開始でございます。これ今時間を送っているので、みるみるうちに赤が伸びてきてるね。急いで準備をしましょう。これは木こりのキャンプ、ここに置いておきましょう。この範囲の木を切ってくれるよって感じだね。で、木はこのように選択して切れます。で、この切った先がもやがかかってるところは、
未開拓のわからないエリアで、この怖い顔ついてるところは危険な空き地、ここを開けるとなんかイベントが起こって、何分以内にね何をしろみたいな感じでこう課題がね課せられていきます。だから怖いから行きたくないところではあるんだけど、行かないとね、この大きな範囲に資源がねあるかもしれないので、そう、そこの駆け引きもねまた面白いんですよ。楽しいこのゲーム。ちょっとね、実際遊んでみてもらわないとなかなか伝わらないかもしれませんが、で今ここに素材があるね、粘土の鉱脈や、ここは卵だね。でこの建物で収集できるよっていうのがあるので建てておきましょうか。ここに漁師のキャンプを建てようか。でこれもね必要素材があるんですけど、木は取れるんだけど、この歯車は結構貴重なので考えながら建てていくことになります。粘土は石切りのキャンプで取れるので、これも設定しておきましょう。そして右がピコピコしてますね。これかなり重要ですね。アンロックまで10分、20分、40分と、まあだいたいね、ワンゲーム1時間ぐらいかかっちゃうんだけど、これ選択していきましょう。目標、木材を配達、35だね。あとは住居の欲求を満たす、8人以上の住居を20秒間維持。あとは木材を配達だね。で、この目標っていうのがすごく重要で、一旦選んでいこうかな。住居と木材。ハーピーの士気を30秒間10以上に保つ。10以上って難しいのかな。3つの荷物。これちょっと大変なんだけど、こっちにしようかな。で、これクリアすると、この青いゲージをぐんぐん伸ばしていけるって感じだね。ただ、今、まだ開始時は3つしか選べませんよって感じ。ゲーム画面に戻ってくると、ここに指令が出てるね。これを攻略していくって感じ。あとは、要石という選択ができます。これはプラスの要素がほとんどだね。75ビスケット生産されると薬草と根菜の生産量プラス1とか、こっちにしとこうかな。今木こりのキャンプ3人設定できるので設定しておきましょう。ハーピー3人入れておこうかな。そしたら木をガンガン切ってくれるね。で右側のこの建物も完成したので配置しておきましょう。で、このリザードっていうのが、この採集に特化したキャラクターなので、この子を配置しようかなとか、そういった感じで選択していきますね。さあ、左側の石切り人のキャンプも開きましたので、石を切ってもらいましょう。ここは粘土だね。粘土が取れる場所だね。で、基本的にここの真ん中の赤いのが倉庫なんだけど、この倉庫にみんなが行きやすいようにちょっと道を引いておこうかな。道はね、5% とか道によってまちまちなんだけど、スピードが上がります。この道の上を歩いてくれると素早く移動してくれるって感じだね。で、この左上今人口が6人なんだけど、設定全員にこの仕事を設定しちゃうと、働く人というか、物を建てる人がいなくなっちゃうので、一人は残しておこうかなとか、一気に建てたいから一回この辺の人たちは仕事外して、二人で建ててほしいなとか、そういった感じで時間配分を考えながら選択していく感じかな。さあ、素敵な音とともに嵐が過ぎ去りました。で、これ時間経過とともにこの嵐っていうのが来ます。で、全体の式にマイナス4って書いてあるんですけど、これ、忍び寄る闇っていうのは、これ季節がぐるぐるするたんびにやってきます。で、この森の敵意っていうのが今はレベルが0なんだけど、これが徐々に上がっていきます。住民の数や木こりの数で森がねどんどん怒ってきます。で怒ってくるとこの嵐闇だね、この
忍び寄る闇とかが来た時に、どんどんね、その敵レベルによって全体の士気のマイナスが強くなっていきます。そうなるとここの士気、リザードやハーピーの士気が嵐が来るたんびに下がって、その嵐で死んじゃったり逃げちゃったりっていうのが起きてきます。で、逃げちゃうとどうなるかっていうと、この女王の怒りがどんどん増えていく。見てほら、もうこんな青全然進んでない名声ゼロなのに、もうすでに 1.5 ぐらいまで来てるよね。これがね、ちょっとドキドキしながら遊ぶことになるんだけど、楽しいところでもあるんですよね。拠点を発展させながら、いや、ちょっと今ここでこれを取ってる場合じゃないな、この資源を作らなきゃな、でもこれ作ってるとちょっとこれもう怒りがどんどん溜まっちゃうから、先にこの指令、これは簡単そうだからクリアしたいな、とかそういった感じでね、取捨選択していくのが非常に楽しいですね。伝わってるかなこれさて、道を上に伸ばして、空き地が空きましたね。小さな野営地、ここにね人々がいますね。で、これも2つの方法から選べます。新たな住民を迎え入れるか、女王壁へ送るか。で、送ると琥珀がもらえるよ、住民を迎え入れたらこの2人が手に入るよって感じだね。ちなみにこれ今野菜がキノコか、キノコあるからキノコ選択してハーピーに迎え入れに行ってもらいましょうか。最初は人員が欲しいからね。ただ人員を迎え入れると、あ、また雨が降ってきちゃったね。左上ご注目、5から1になるよ、 4から1になるよって出てますね。どんどん下がっております。1ってだいぶやばいね。だいたい10前後をね維持したい感じなんだけど、ちょっと怖いね。そしたらここ迎え入れてくれているので2人入ってきます。6人いる中で6、7、8人になるんで、そうなるとこの基本的な住居の欲求を満たすっていうのがクリアできそうだよね。そうしたらこのシェルター、これは1個でね3人まで住んでくれるので、3軒建てておけばいいかな。3軒設定しました。で、このままだと建ててくれる人がいないので、1人木を切る人をちょっとやめさせて作業させようかな。うん。で、今戻ってきたね。入植者、新しい住民を迎え入れに行った人も手が空いたので、建てる人が増えたね。入ってきた人も含めて8人になりましたね。これが建っていけばこのシェルター8分の0が増えましたね。ここで基本の指令はクリアできそうだね。もう赤のゲージが 2.5 ぐらいまで来てしまいましたね。そして晴れました。また嵐が終わったので士気が少し戻りましたね。これの繰り返しです。 OK、 シェルターが完了しました。木材とシェルターの欲求を完了したので、この指令のところを見てみるとクリアになってますね。で、この配達を押すと、ここ下の青ゲージがちょっと伸びます。えい、 OK。 で、怒りのね減少も入るので少しここが下がりましたね。うん、こんな感じ。これで赤の怒りを下げつつ青を上げていくって感じ。どう、面白そうな感じしない？また建物を選択できるので選択していきましょうか。最終人のキャンプ欲しいな。これにしよう。ここがね、時間経過の数字になるんだけど、2年目に突入したので新しい住民が入ってきてくれました。で、このドワーフだったかな、ドワーフはね木切るのが上手なんで、ちょっとドワーフを招き入れて、ここをドワーフにしておこうかな。木切る人はドワーフにお任せしようかなって感じ。そしてまた金目石が来ましたね。
全ての住居の居住可能人数1増加ってめちゃくちゃいいんだけど、今回はこっちにしようかな。 10% のね、移動速度全体の式、これめちゃくちゃいいね。道引いてなくても引いた時ぐらい速くなるから、こっちにしてみようかな。そうしたらまた人入ってきちゃったんで、シェルターを立てておきましょう。あとはこの仕事していない人がいっぱいいるので、ちょっと割り振りをしておきましょうか。3つの荷物っていう梱包された建築素材とか梱包された作物っていうのも作っていきたいので、それらを作れる臨時ポストという建物も建てておこうかな。そしたら右上光り始めましたね。また指令が10分経ったので、新しい指令を受けれるようになりました。今回はハーピー幸せにする方向で行こうかな。ちょっとビーバーの士気22以上保つのって結構大変なんですよ。酒場とか作ってあげなきゃいけなくて、酒場をね、運営するのだいぶ後になると思うんで、今回はこっちにしようかな。梱包もそんなに素早くできるもんではないんだけど、っていう感じで選択してみて、ちょっとね、パパッと今説明だけしてるから分かりづらいと思うんだけど、どっちが自分にはやりやすいかなってのを選んで、さらに指令を増やしておきました。そしたらハーピーの式、14人ハーピーが欲しいからね、まだまだ先なんだけど、この美観っていうのがあるよね。これはね、この古代のかがり火みたいなのが、こっちから見るとね、火がついてるんだけど、ここに常に燃料をくべている形になります。で、これが切れちゃうと式がガクッと下がっていってしまうので、この燃料は常に用意しようねって感じだね。木とか油とかを注いで常に火をつけている感じだね。そしたら美観が4つ欲しいみたいなんで、ここに4つ置いておこうかな。木材を使うからね、木の板を使うからちょっと贅沢なんだけど、設置先にしておこう。そしたらさっき立ててた臨時ポスト完成してるんで、臨時ポストに人を当てておきましょう。ここで梱包された作物とか梱包された補給物資を作れるんだけど、今必要なのは433、建設作物補給433だね。5ずつぐらいに設定しておこうか。数が2とか3とかになってるから、こんな感じで設定しておこうかな。で、板材があればこれ作れるよ、薬草があればこれ作れるよってなってるんだけど、この薬草だけじゃなくても卵でもお肉でもいいよっていう設定ができます。逆にお肉だけで作ってくれっていう設定もできるんで、資源がね、足らないとか、こっちに割きたくないって時はここで消したりして進めていく感じだね。で、ここで上限を決めたので、これ以上は作らないでねって設定してみました。おっと、右側も開きましたね。これはなんだ、レインパンクのドリル。このドリルには修理をしに行ってもらいましょうか。ハーピーを一人当てて調査に向かってもらいましょう。で、ここにね、草がボーボーに生えている土地があるんだけど、ここってね、畑になるんですよ。なので、ここ畑立てておきましょうか。あ、急いで畑立てたんだけど、畑を運営する建物がそもそもなかったね。で、これどこでもらえるかっていうと、ここ新たな設計図の報酬とか、交易をするとたまにレシピが変えたりとか、ここはね、ランダムなんですよ。なので、ちょっと今慌てて畑を作らせちゃったけど、畑を運営する要素がないので、今回はちょっと残念、一旦ね、放置しておきましょう。というところで、下の空き地も見えましたね。さあ、ここのドリルの開発が終わったんで、ここにね、銅鉱石が見えてきたね。あとはここにね、卵とかもあるんだよね。なので、この領主のキャンプ、これも置いておこう。これも置いて卵を取ってもらう。そしてキノコがあるんで、このキノコも取ってもらいたい。キノコは薬草医のキャンプで取ってもらえます。
これを置いておきましょう。忙しいでしょう。で、このキノコが取れるようになれば、ここ作物、ここキノコチェック入れておきましょう。6個で2個作れるよっていう場所なので使ってくださいっていう設定をして、ここの作物を作らせておきましょう。ハーピーはあと1人入ってくればいい感じだね。というところでまた右が光り始めました。見てみましょう。混雑したキャラバン、これは住民の人数が2人増加するんだね。人が増えてめっちゃ良さそうって感じするんだけど、その分食べ物とか住居を用意してあげなきゃいけないので結構しんどくなる。うん、こっちの方がいいかな。25卵が生産されるとリザード住民が1人増加。これも人増えちゃうんだよな。でもとりあえずこっちかな。さあ、新たなる住民が来ました。ハーピーの人数を14人まで上げていきたいので、ハーピーが多い方を受け入れしましょうか。さあ、そうすると住居、ホームレスが5人いるので、またこのシェルターを作ってあげなければならない。忙しいね。さあ、建物も一気に建ちました。ここで設定しておきましょう。ハーピーは薬草医のキャンプ。分野ボーナスが入るんだね。じゃあここで働いてもらおう。キノコをたくさん取ってもらいましょう。そしてこっちはリザードに取らせましょう。ちなみにリザードもう一人配置してお肉取るのがね得意なんで、リザードを配置させたいんだけど、ちょっとこのオルトキーを押してるとどこに誰を当てているかっていうのがね見れるので、この臨時ポストだね。臨時ポストをリザード2人入っているんで、ここハーピーに変えてリザードをキャンプに配置しようかな。 OK、 これで時間を送ろうか。で、このゲームの面白いところって、この建てたものを移動できるんですよ。コストなしで移動ができるので、移動できない建物も中にはあるんだけど移動ができるので、このようにこの辺今度切ってほしいなって運んできて、次の空き地を探しに行ってくれって命令することができます。ちょっと早めに空き地を見たいので、この辺は切らないで、もうすぐ空き地の方は空けてくれるように小さく設定しておこうかな。さあ、右上がまた光ってまいりました。指令が増えてきましたね。 OK、 指令も選択できたのでこのまま様子を見ていきましょう。これドキドキするよね。もう赤がさ、ここまで伸びてて、まだ青が全然伸びてないからちょっと怖いよね。このままだとちょっと資源が足らないので、急いで下の危険な空き地を開けましょうか。ここでちょっとここを設定して開けてもらいましょう。で、危険な空き地はね、開くと時間制限のあるね、ネガティブなことが起きるエリアが広がってたりもするので、ちょっとね、先にすぐ道をつなげられるように道も引いておこうかな。そしてリザードの士気が2、ハーピーが3、まずいですね。とりあえずホームレスがいるので家建てておきましょう。2軒ぐらい置いとこうかな。 OK、 交易人来ましたね。ここ交易人が来ました。あー、歯車売ってる。4円か、なかなか高いね。今歯車が足りなくて物が建てられていないんですよね。ただ農業と3つの荷物終わりましたね。そしたら指令を見て受け取りましょう。歯車もらえるね。ここも歯車もらえる。うん、ありがてえ。そしたらここでもらった名声ポイントで建物を選択しましょう。どれもなー、どれもなー、今必要かって言われるとなーみたいな、この悩みがね面白い。すごく楽しい。お、下開きましたよ。こんな感じ。広いよね。すごく広くて、いろんなイベントが置いてあるって感じ。そしたら先に道を引こうかな。急いで行ける道を引いておいて、
これ見てみましょう。探索者のロッジ。探索者のロッジは壊して回収をするか再建するかなんですけど、ここ再建できそうだね。この素材があれば再建できるので、まあ布とかちょっと作るところ用意しなきゃいけないけど、再建にしようかな。で、再建すると探索者のロッジが立つので、喧嘩教育っていう需要があるんですけど、この子はね、リザードとかはね、喧嘩が好きなんですよ。で、ハーピーは教育が好きなので、この子たちの士気を高めるためにも、これは立てておきたいね。再建する方向でいきましょう。まだ素材は足りませんが。ちょっと、この人、布持ってきてないかな？持ってきてないね。残念。そしたらこれが多分ね、危ないんじゃないかな。隠された交易商人の集団墓地。ここの空き地が開いた瞬間からこの時間っていうのは進んでいて、この時間が過ぎると報復、これは交易商人との取引の価値が下がるんだね。え、制裁を食らうの？貿易絞られちゃうんだね。あとは女王の怒りがシンプルに1。これ嫌だね。なので10分以内に解決したい。報復をするか鎮火をするかっていう選択肢なんだけど、これやってる最中に60秒ごとに敵意30増加。ここレベルも1になっちゃったね。うん。1になっちゃってるから30上がっていくのは非常に怖い。士気がガンガン下がっていっちゃうんじゃないかな。ただ商人の訪れ 25% 上がったりするのはでかいので、こっちにしようかな。うん。行ってこいリザード。頑張れ。こっちの選択で行きます。で、これ油か。油か石炭が8個でいけるんですよね。この子売ってない？さっき売ってた気する。売ってるね。8個。まあ、20個ぐらい買っておきましょう。で、代わりのアイテムを提供しましょう。樹液全然売れない。木かな。木を売りましょう。OK。これで取引。これで石炭をもらえたので、ここ、石炭で対処できるようになったね。OK。そしたら2人で行ってこい。ちなみに2人で調査行かせると、時間がね、3分。3分なんで、ここの、とどろく、墳墓。なんて呼ぶんだ、これ。この60秒ごとに敵が30増加するのは3回増えちゃうから、90増えちゃうよね。90増えちゃうってことは、レベルは完全に上がってしまうね。うわぁ、大丈夫かな。この選択合ってただろうか。まずいですね。雨ですね。ハーピーの士気がやばいですね。マイナス7。これでマイナスになってくると、みんなの頭の上に赤いマークが出てきて、逃げたり死んだりします。やばいね。ここはちょっと取れるものなくなっちゃったからどっかに置きたいけど、取りたいものがそもそもない。OK。これも立ったね。これ人当てておこう。働いたら嫌なことも忘れるよ。知らんけど。あ、リザード建設者が1名逃亡、逃げましたね。士気が低下しました。火守り人が不在。ここにいたリザードがいなくなったんだね。リザードにまた入ってもらいましょう。オッケーオッケー、嵐が終わった。で、ここで水が溜まってるんで、この高度な運輸を早めにできるかな。うん。さあ、これで全部の自分の目標を設定することができました。今回ちょっと石板を取りすぎたり、このイニシエの石板っていうのは、こういう危険ゾーンに行かなきゃいけないんだけど、いやー、なかなか難しいね。さあ、やばいことになってまいりました。リザードはマイナス値になっております。ハーピーは3。そして下の女王の怒りはもう間もなく到達してしまいそうですね。ただまだいけんじゃないかなと思うんで、
ちょっと見てみましょう。まずはこの要石、境界線の防衛っていうのがあって敵の増加とか発見敵増加が減るのでこれを取っておきましょう。でとにかくこの赤が右に振り切らなきゃいいので、ここ何ができるかなって見た時にやっぱりハーピーなんだよね。もうちょっと耐えれば雨季の水と嵐の間の水も手に入るんだけど、まずはハーピーをどうにかしてあげたい。ハーピーがどうにかなればここの設計図がもらえて、もし可能であれば畑が欲しいね。で畑が取れたら梱包された作物を作り始めることができるんじゃないかな。うん、なんでまずはこのハーピーを幸せいっぱいにしてあげたい。でこの人はね、教育やビスケットパイなどがあると喜ぶんですが、ここちょっと前に開けたここ立ちました。でここは3人入れておきましょう。3人入れるとこの黄金年代記というパッシブ左下に出るんですが、これがつきます。でここはね、教育と訓練用装備、喧嘩と教育ができる場所。意味わかんないよね。学校かな、学校なのかな、治安の悪い学校みたいなとこができました。で巻物があれば教育を受けられるってことなので、おい売ってるか、売ってないです、ありがとうございました。ただ造具はハーピーが好きなビスケットを売っているので、ビスケットをちょっと買っておきたい。どうにか資源を売ってビスケット買うことができました。 OK、 これで少し上がり始めたね。 OK、 ビスケット食ってくれ。そして雨が降っているので、ここの雨季の雨も少しずつ溜まってるね。 OK、 OK、 まだ大丈夫かな、まだギリギリ大丈夫。ハーピーがどんどん幸せになっていっています。いいよいいよ、伸びてきた伸びてきた。嵐来ちゃうなー。でも寒、あでも寒気だから大丈夫だ。10になったね。 OK、 これで30秒耐えてくれれば群れという指令がクリアできますね。 OK、 OK、 幸せそう。あービスケット好きなんだね。 OK、 OK、 行ったね。 OK、 完了。時間止めます。指令、ここで群れのこれがクリアできました。さあ配達 OK、 これで少し減りましたね。そしてこれが減ったことによって設計図に到達したので、カモン畑来い。ないね、畑ないね。今回はこの温泉作ってあげようか。これがね、手当てというパッシブ受けれるんだけど、このハーピーは手当てがあると喜ぶので、温泉、浴場だね、浴場を作ってあげましょうか。これでハーピーの幸せ度式が14以上になってくれればもう一個開きますね。ここドン、これで立ててくれ、急いでくれ。他の人たちも嬉しかったりしない？手当て、あんまりあれかな、君たちは手当てとか気にしないタイプかな。そしたらここ左側の危険な地域にも足を踏み入れていきましょう。この危険な空き地もね、3つ開けないといけないので、ガンガン行ってもらいましょう。お、ハーピーの式14まで行ったね。ビスケットで足りたみたいだ。 OK、OK、 そしたらここハーピー3人入れておこうかな。 OK、これでパッシブ効果が入ります。定期的な入浴で士気の低下した住民が街を離れる速度が 30% 減少、残りやすくなってくれるんだね。あとは優れた健康で生産速度が 25% 速くなる。ありがてー。これで幸福なハーピー声だね、これをクリアすることができますね。ビスケットの生産がプラス2になるからビスケットを作ってあげたいんだけど、ないんだよ生産できる小麦を作って、それを引いてができないので、今現状作ることができません。さあ配達をしてもらって、さらに赤が減りました。そして設計図をもらったので、何があるだろうか。調理小屋、大工、樽工房、
調理は持っておきたいかな。リザードが串カツ食いたいって言ってるから調理小屋を用意しておきましょう。そしたら全体の士気を上げておきたいので、ここ装飾かがり火だね。かがり火の装飾をしておきましょう。これ最初にするべきだったね。装飾はこのかがり火の近くに4つアイテムがあればいいので、まあこんな感じで置いておきましょう。これを作ってくれ。そしてみんなの士気を上げておいて、次嵐がやってきます。嵐に備えてみんなの士気を上げておきましょう。そして右側、左側だね。左側空きました。左側の危険な基地イベント、雨の精霊のトーテム、これは右側のこの香料はね、僕持ってないので、本当はあるといいんだろうが、こっちしかできないからこっち、これを板材で行きましょう。12分52秒以内に建てないと道が全部破壊されて住民の移動速度が 30% 減してしまうので、ちゃっちゃと行かせましょう。うん。そうしたら危険な空き地あと2個、ガンガン開けていきたいんで、ここの木こり小屋を右側もうすっ飛んでいってもらうように設定しておきましょう。全員ビーバーで頼むよ。 OKOK。 こっから厳しいのが、この指令っていうのがちょっと厳しくなってきましたね。梱包された作物とかを作りたいんだけど、作物を育てられてないんだよね、まずそもそもが。畑があと1個作れなきゃいけないんだけど、畑はここでねポチってやっちゃえば24分の23、これはクリアしますね。 OKOK。 左もこれも落ち着いたね。 OK。 畑は24分の24になりました。で、梱包された作物、これはこれかな、これかな。臨時ポストで作ってもらっているけど、材料が全然ないんだよ。さあ、あとは何ができるかっていうと、梱包された作物、ここも梱包された作物、あとは交易品だね。交易品はここで作ってます。製材所、ここで作れるんだけど、材料がね、もしかしたら足らなくなってしまうかもしれないので、この粉、コクプンをね、買っておけばいいかなと思います。今回ね、ちょっと恵まれてないんですよ。あの、畑が作れないので、ちょっと貿易に頼るしかないので、これをもうちょっと交易品を作るためにコップンを買っておきたいっていうのと、あと右側この梱包された作物、これは野菜とかでもできるので、この辺をめっちゃ買おう。コップンと野菜、これ 22.30で、今回ちょっともったいないんだけど、本当はこの琥珀っていうのはここのパッシブスキルを変えたりするんだけど、今回はお金に変えていきましょう。15ぐらいにしておこう。あとはこのエッセンス、これもね、新しくかがり火を作ったりとかできるんだけど、これも少し売ってしまおうか。ただ少し残しておきたい。危険な空き地を開けた時に使うかもしれないから、少しだけ残して取引。これで骨粉はめちゃくちゃ買えましたね。 OK。 ありがてえ。で、次は寒気なのでまだ大丈夫かな。うん。で、寒気のうちにホームレスがいるので、シェルターを増やしておきましょう。これ今のうちにね、士気を戻しておきましょう。住宅がないこのために残しておきましょう。ちなみにビスケット売ってる？ビスケットは今回持ってきてくれてないね。OK。 お茶は？お茶も持ってきてないね。OK。 本当はお茶持ってきてほしいけど、しょうがないね。板とかも買っておこうかな。OK。 これで進んでもらいましょう。OK。 動いてるね。じゃあね、商人、またすぐ来てくれ。オッケー、これで梱包された作物は終わりました。あとは交易品だね。ここで交易品作ってくれたら間に合うかな。交易品をちょっと
一番をつけて生産優先度をね上げておきましょう。で、交易品が終われば作物もでもあれだ、めちゃくちゃ使うんだこれ。作物はガンガン作らせておこう。おっと、新たなる脅威、どっかの空き地が空きましたね。そしたらこれちょっと上限をもっと増やして、いや、これは一回切っちゃおう。上限切って、すべての穀物で、あ、野菜って、もうそんなに作った？野菜めっちゃ買ったと思ったんだけど。もうそんなにない。OK, OK, そうかい、そうかい。そしたら、あ、農業への集中終わりましたね。先に指令をクリアしましょう。これで、うわ、住民入ってきちゃう。配達。これでまた下がって伸びました。OK, OK。首の皮一枚繋がっていますね。そしたら住宅でまたシェルター。何人入ってきた？ 3 人だね。じゃあ1個立てておきましょう。OK, そしたらちょっと空いたところを見てみましょう。危険な野営地。うわぁ！めちゃくちゃいっぱいある。でもこっちは大丈夫だね。これを早く処理しなきゃいけないやつだね。これはさっきと同じだ。油がないから木を使っていこう。ただ敵意が上がる。やばいかな。今回この隠された交易商人の集団墓地、ここを処理したいんだけど、前回ねこっちの方でやったのと一緒なんだよね。で、琥珀は売ってしまったし、板材はある。ただ60秒ごとに敵意が30増加するということは、敵意レベル、この今2レベルなんだけど、これが確実に3になるよね。で、次がね嵐なんだよね。だからその嵐を超えられるかどうかってところなんだけど、これをクリアすると古の石板の箱が5個入ってくるんですよ。で、この5個入ってくると古の石板4つ必要なタスクが、指令がクリアできるので、ちょっとここにかけてみましょう。ここで板材を使って、行ってこいハーピー、お前らならいける。沈下を目指してみましょう。全体の士気にプラス3だから、これ取れればでかいぞ。よし、行ってこい。で、その間にこの辺は根菜の塊があるので、またこの腐っているこれをこっちに持ってきて採取してもらいましょう。ここも石を使ってこれこじ開けてもらいましょうか。そうね、この道具類がないからこじ開けていきましょう。 OK。 そしたらここにさっさと来てくれ。早く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 、さっさと来て。OKOK。 これで破壊活動が始まりました。これで壊してくれれば危険な空き地、古の看板がここでクリアできるね。その間にこれ左が開いちゃうとちょっと怖いんだけど、まあ大丈夫かな。そしたら新たなる住民が入ってこようとしています。あー、いらんなー。2、4、1、6の7人でしょ。また2軒建てなきゃいけないよね。シェルターを2軒建てましょう。これ別にね、綺麗に置く必要はないんだけど、ちょっと見た目重視で。これで2軒建てて、受け入れましょう。いやー、やばいな。受け入れしない方が良かったかな。この四季の状態で、森の敵レベル3を超えられるか。早く壊してくれー。OK。レンガ作らせましょう。レンガと陶器を作ってもらって、あ、高度な交易終わりましたね。梱包された作物も間に合ったようなので、これを受けておきましょう。さあ見てください、だいぶ名声が上がってきて、なんかもうやばいんじゃないのっていうところからは脱出できてきました。もう面白いでしょね。面白いでしょこれ。さあこっからだよ。こっから嵐がやってまいります。嵐が来たら
どうなるでしょうか。式が359、これはまずいな。途中で広域、直ちに招待、嵐の間は訪れません。なるほどね。さあ嵐来ます。相当なマイナスになるでしょう。マイナ12、マイナ10、マイナ6、やっべえ、やっべえぞこれ。修道院も割り当てておきましょう。修道院はレンガがあるので立て直ししてもらいましょう。さあ頑張れ、耐えろ耐えろ、嵐はすぐに過ぎ去る。レベルは3、まずいねー。頑張れ頑張れ。これでね、ごそっといなくなっちゃうとどんどんこの女王の怒りが伸びちゃうから、それだけが怖い。耐えろ耐えろ。なんかさ、風呂がさ割と耐えるみたいな、定期的な入浴がこう街を離れる速度を落としてくれてるから、これで耐えられるんじゃないか。マイナ5、オッケーオッケー、嵐終わるよ。でオッケー、交易商人の集団墓地も終わりました。耐えたー。そして指令が2つクリアできましたね。ありがてー。要石も来ました。今回2ついけるんだけど、この石板をどっちに使うかなんだよね。5個あるんだけど4と3必要で、全体では7必要なんだよね。ただここの箱の中、ここにね2個あるんで、まあすぐに解除できるんじゃないかな。とりあえず干し肉とかパイがあればこの人たち喜んでくれるから、これを取ろう。 OK 取れました。 OK、 そしたらここが開けば OK だ。開け開け。 OK、 そしてこの右側の施設も、よいしょよいしょよいしょ。オッケー、これでパッシブ効果森の息吹、サービス用の建物の効果で敵が100減少しました。さっき3だったのが2に落ちたね。でけえでけえこれ。で本当はビールとかあると信仰とか娯楽の要素になるんだけど、ありがてえ、これでみんなの士気も戻ってきたね。食べ物もあるから、この干し肉でみんな喜んでるね。オッケーオッケー。これで次の嵐ぐらいは超えれそうな気がするけど、次は寒気だから大丈夫でしょう。そしてこの右側の石板が取れました。石板のこれをクリアできます。串焼きが手に入る、嬉しい。オッケー、これでもうめっちゃ幸せな状態になりました。オッケー、これでみんながいなくなることはないでしょう。そしてあと危険な空き地を1個開ければ終わりなので、ここを開けて終わりって感じだね。いやー、どうでしょう、このゲームの魅力少し伝わったでしょうか。いいよ、ぐんぐん下がってるよ。で新しい建物また作れるようになりましたね。ビーバーの住居が選択できるようになりました。ビーバーも幸せにしてやろう。めちゃくちゃ建ててあげよう。これでビーバーの住居へのボーナスも入って、みんな幸せな状態で動き出したね。いやー完璧。そしてビーバーのお家も建ちましたと。ただちょっと間違えたのは、これかがり火の中に建ててないから意味がないね。ここにかがり火あるので、ここに建てておこうか。かがり火立ててあげれば、ここも効果がある状態になります。いやー、みんなマイナスまで頑張ってさ、よく耐えてくれたよ、風呂に入りながらね。ほんと全員いなくなるかと思ってたわ。オッケー、そしたらここもキリッキリまで削って早く開けてもらおう。いやー、みんな幸せね。ハーピーちょっと幸せじゃないね。パイがなくなっちゃったかな。オッケー、開きました。これで火遊びの指令、危険な空き地が完了になりましたので、指令の最後をクリアすることができました。配達 OK。 そしたらこれ1分あたりに 0.25 上がっていくんですが、もうじきに終わるでしょう。
OK、 いけました。じわじわと上がっていって入植地が完成しました。いやー疲れた。これでちょうど今1時間半ぐらい遊びました。いやー大変。ただね、遊んでるとね、あっちゅう間なんですよ。めちゃくちゃ楽しい。はい、というところで最初の画面に戻ってきました。紹介された街クリアしました。でまたさらに足を伸ばしていろんなところに進んでいこうという感じです。で最後に遊んでたのがこのホープって名前をつけたとこなんだけど、紹介された街までここまで来たんだけど、おそらく次でここ引っかかりますね。周期の進歩っていうのがあって、ブライトストームっていうのが起きるんですよ。あたり一面がね全部崩されてしまうので、この城壁にみんなこもって次の周期を待つ。で次の周期が始まるとまた最初からになるようです。この辺のフィールドとか、こういうスカーレットオーチャードとか、緑の場所とか黒い場所っていうのがまたランダムで変わって進んでいくと。でもそれで壊されちゃったらさ、全然4つとかでこんなとこまで行けるわけないじゃんって感じなんだけど、このスモルダリングシティっていうのがあって、ここの業績やアップグレード購入で今クリアしてきたマップでもらったこの食料の詰め合わせを使って、さらに自分が進歩しやすくどんどんなっていきます。これなんかは女王の怒りの増加速度リパー減少とか、そういうのがどんどん開いていきます。めちゃくちゃあるよね、めちゃくちゃあるよね。このゲームで恐ろしいのが、これゲームパスで遊んでるんだけど、クリアまでの時間っていうの大体のを見せてくれるんだけど、90何時間とかになってて、どんなボリュームだよっていう話なんだけど、うん、これを全部開けていこうと思うと結構大変なんだろうね。でここで開けたアンロックっていうのは、このワールドがリセットされても残っている持ち越しで受けられるパッシブになるので、どんどんね遠くへ遠くへと進んでいけるようになっていくんじゃないかなと思います。うん、そんな感じかな。はい、というところでいかがでしたでしょうか。ゲインスト・ザ・ストーム、リアルタイムストラテジーとローグライクが組み合わさったようなゲームで、もう一回もう一回とね、何度も何度も遊んじゃうようなゲームプレイが非常におすすめしづらいゲームではあるんですが、この動画でね少しでも面白そうだなぁと思っていただけましたら、ぜひ触ってみてはいかがでしょうか。今回とても長い動画になっているともう予想がついております。でプレイしているところをダラダラ見せているだけなので、こう簡潔にね綺麗にゲームプレイの説明をしているわけでもないので、いまいちこうどういうこと、よくわかんない、何してたのってなってるかもしれないんですけど、なんとなくこのゲームのこと伝わってれば嬉しいかなと思います。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。長い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。